疫病退散を祈願して巡る篠栗四国88箇所霊場巡り、最終の3日目がスタート。体力の限界から汚れなどどうでもよくなり、それぞれが壊れていく。その証拠にバラエティなら必ずやるはずの滝行を僕ら3人が即座に断り、ディレクターがそれをエンタメ呼ばわりしたところで第7話が終了。前回の放送までで88箇所のうち72箇所を巡礼。いよいよ終わりが見えてきました。今回は42番札所に向かうところからお届けいたします。ゴリパラ篠栗お遍路第8話どうぞ。からミドルの連続です。気持ち悪い。え？靴が気持ち悪い。歩くためにぐちゅぐちゅって。折り返しです。気に入ってるね。折り返しです。繰り返しです。できない。歩いては参って。繰り返しです。却下です。斉藤に言われるといいけど。あなたが権限ある。斉藤が分からない。却下です。見えた。おっと。やっと来た。73個目。こっちにもね、お遍路があるんですけど。あっち側はもう制圧してる。はいはい。大丈夫です。なるほど。制圧。熊本城は制圧できません。武者返しです。いいよ、今。いいでしょ。今のいいと思う。結託してんね、こっち。番号が行われてんの。42番。OK。短めの、すいません、お遍路で1個ありました。え、これかな、下かな、これかな。入ってないよね、でも入ってない。怖いね。怖いな。でもこれよね、こっちです。お、こっちです。お、いいんですか、回る感じで。だって書いてないぞ。俺もでもできれば近道したいから信じてみたいとはあるんですけど、なんかもうこっち行くぞって言ったら逆の方に行けって格言みたいになってんのよ、俺の中で。矢の刺した方向の逆っていう。いや、じゃあもう俺何のために存在してるんだ。ちょっと左ってそのお部屋の道がなかあるかどうかだけ確認ね。わかりました。ちょっと見てみます。走るな、ここに来て。間違いないです、こっちです。おお。それらしきものはありませんでした。絶対こっち。間違ってたらピン立ってくれ。間違ってねえかな、こっち。怖いね。行き止まりじゃないよね。ちょっと待ってください。よし。ゲームオーバーかと思いました。はい、泣きそうになりました。気をつけて。おー、出ました。見事だ。ありがとうございます。疑ってすみませんでした。とんでもない。よしよし。あ、なんかいたな。いたね、鹿みたいな音。ボイさんの言ってた鹿の鳴き方した。おらおら、キュー、キュー。行きましょう、ボイさん。鹿をびっくりさせちゃダメですよ。なるほど、確かに。ちょっと気持ちが楽になってきますよね。昨日のあの夜の不安ったらもう。何かあったんですか。繰り返しだ。ここで使うな。採用した。ここで使うな。足取りがみんな軽くなったね。今の成功、僕かなり自信になりましたね。いや、そうなんよ、やっぱ一歩前に出らんとね。前半やっぱイップスで出れてなかったっすもんね。やっぱミスはそれでないと取り消せない。なんのいい話やったな。まあ、それを見するっていう、ね、今斉藤さんの顔見ました。めちゃくちゃ驚いてます。本当に。俺はやっぱ裏切らない男ですから。いや、裏切ってる。裏切ってる。裏切るからびっくりする。よいしょ。シャキャラバヤオンアリキアマリボリソアカ。慣れてきてこう入るタイミングとかも合ってきましたよね、うん、俺が開けて俺がセンターついて2人がパッと左右分かれるっていう。え、あのポクポクの歌の入り合わんな、こっちは。絶対合わんわ。よし、行こう。あと3ついったら飯です。はい、熱くなってきましたね。熱くなってきたね。いや、でも今までちょっと仕事のことを考えすぎてたかもしれませんな。こういうお遍路みたいなのを感じ、なんかちょっと何言ってる。おい、こらお前、なんやねん。ほんま、そうなんやねん、こいつ。そうだけちゃん、とみちゃん、
今はないわ。似てるやないか、お遍路が。ずっと何も意味わかんないし。それはもうほら、わからんでもほら、うなずいとこなあかんから。あかんねえじゃん。ほんま兄ちゃん。俺が言うとっけ。うん、うなずいとけえから。難しい人やから。ここかな。いや、ここです。中田くんできますよね、今のね。造作もないことでしょう。ありがとうございます。ありがとうございます。すみません、ちょっと荷物になるかもしれませんか。施されたら施し返す。恩返しです。やめろ。すいません、いただきます。はい、どうぞお気をつけて、お参りください。ああ、多いお茶風ですよね。まあ言えばね。なんや。振り返って無視はないよ。なんや。こうなったら関係ねえぞ。ノーガードの殴り合いや。ありがとう。よろしくお願いします。おう。階段あるね。あ、これか。やっぱいちいち階段あるよな。今日はもう今日の山場越えます。でも大体プロ野球もさ80勝が優勝ラインじゃなかったっけ。その辺ですね。僕ね80だからマジックとかも結構こちらです。あ、こっちです。こっちですね。おしゃべりの小道か。ここはおしゃべりしながら行ってみる。そうですね。おしゃべりって言われるとなんか難しいです。でもおしゃべりって何でもいいんですよね。そうですよね。ペペが好きだったあのコンビニの俺練乳のいちごのやつ食った。めちゃくちゃ今食べてる。あれめちゃくちゃうまい。おしゃべりだな。めちゃくちゃうまい。ペペセブンのなんか おいしいお菓子とか見つけるの好きよな。ファンなんよセブンの。セブンのファンっていう人俺初めて。多いよセブン。セブンのスイーツファン多いよ。いやそうですよ。なんか当たり前すぎて。今年はでもアウター買おうかなと思うわ。小木さんでもアウター似合わんもんね。いやだいぶ不利やな。いや俺も考えたことあるもん。ゴリさん何がいいんかなって流行とか考えずに行ったらスタジャンとかめっちゃ似合うんやけど、うん、逆に黒目のスタジャンとか黒豆の何黒目の、うん、黒目どんな柄。俺分からんけど黒豆柄が入ってるやったら黒豆があるってこと。黒豆買うつもりの感じよ今、うん、俺そういうやつや。それぐらいやっぱ俺たち追い込まれてんのよファッションに。サイトラーの赤色のダウンはいつ捨てるの。おい今シーズンもまだ当たり前やで。やばいやん。やば喋ったな。 OL みたいな喋りですね。いいでしょ、うん、これがおしゃべりです。意外とこういうのもいいのかな。楽しかったな、うん、あれで77です。おお、いいね。あと11カウントダウンが始まってくるこれ。念仏坂っていうのがあるはずなんですよ。あれちょっと坂が閉鎖されてる可能性があって。え聞いてくるわ。えあ、すいません。ここが念仏坂なんだけど、そっち崩れてるところとかもあるんですよね。この辺の方もう今、まあ、危ないけど。あ、うん、あすいません。すいません、雨だ。頑張ってください。ありがとうございます。結果来た道戻って、はい、違うルートで。お、トンボが止まった。うわ、ほんとやん。もうめっちゃ縁起がいい。うわ、ほんとや。え、そうなの。お前、ナウシカじゃねえか、お前。ナウシカだよ、うん、お前のさ、うん、お父さんかもしれないな。どういうことや。蒸発したお父さんがこうやって帰ってきた。トンボになって。トンボになって。マジ、どういうことか。ジンさん。疲れてんだよ、みんな。おー、じゃあね。トミさん、聞いたか今、ジャーネットだぞ。トンボにジャーネットだぞ。やばいよ。今のやばいって。優しい声で今。トンボにジャーネットだ。場合によっちゃ合うてる。山が終わります。いやこの山シリーズは大変だったね。やっぱ。何時間ぐらいですか?8時から出たけん。9時間。9時
ちか。今14,200歩です。おい、山終了です。やったー、お疲れした。この3日間でどんだけ山登り下りしたか。じゃあ昼飯にしましょう。飯こやったよ、おっかさん。ごめん。はあ、すごい。これ精進定食っていうのは森林。精進定食ってどんなの？体に優しい。ああ、なるほどね。おにぎりが、森のおにぎりが。ここでもほら、名物のうどんありましたよね。花巻うどん。花巻うどんだ。これはここでしかないかもしれない。そうですよ、味付け海苔に。おしゃすいません。おしゃべりだから。すいません。野菜炒めください。うん。じゃあ、うどん行こうかな。花巻うどん。ペペ行く？花巻うどん。大丈夫。お遍路ご飯っていうのもある。お遍路ご飯っていうのは、お醤油にお味噌汁がついて、お刺身こんにゃくがついて、芋煮のおにぎりが一つついてます。あ、じゃあ焼肉定食。やおい。ちょっと笑ってくれるやん。楽しいね。テレビで見てるより楽しい。ありがとうございます。これ精進定食でしょ。そうそう。じゃあ僕花巻うどん。で僕ちゃんぽん。じゃあちゃんぽん、はい、花巻うどん楽しみでしょ。何が乗ってるかな。いやいや、さっきなんかおばちゃんがなんか、うん、わさびってなんか言った。いや、ちょっと漏れてた。 おしゃべり下打ちって言った。ちょっと聞こえたけど、それではないです。それです、それです。ちゃんぽんも有名なんですね。ちゃんぽんも有名です。本当ですか。人気メニュー。矢野くんちょっと嫌がりかけてた、うん。いや、僕はちょっとだったら好きなの食べていいよと思いました。良かれと思って言って、すすめのね、すいません、失敗した。僕はちょっと食べたいもの食べたいっていうのがありましたね。いや、おすすめだから好きなものが食べたい、うん、好きなものが食べたい。やっぱ急に疲れたから、もうやっぱ疲れたからダメなんですよ、疲れたから。なんかその辺一番協力的じゃないですよね。渋渋ちゃんでしょ。渋ちゃんです。あったつわ。渋ちゃんです。来ました、精進定食。お肉とかがないんですね。精進してほしいですしね。うん、おいしい。こんにゃくのお刺身。うわ、すげえ。酢味噌で。酢味噌で精進してくださいね。いや、後輩で言うことじゃないと思います。疲れた体にスッと入りますね。何がですか。精進料理のこんにゃくがです。この食レポが難しい料理です。はい、どうぞ。おわさびきれいに食べてください。辛くないで。あ、もうそういうこと。はい、うわ、めちゃくちゃあったよ。緑になっちゃったよ。緑になっちゃった。いただきます。どうなのか。はい、もう速攻でうまいね。あの速攻うまい。ちょうどこうツンとこう抜ける、うん、軽くくる感じで、あの海苔があるのがいいね。うめえ、これはうまい。一番うまいかもしれない、マジで。そしておすすめのちゃんぽん。あ、うめえな。ぜひちゃんすね。うまいわ。うまい。味濃いめでうまいわこれ。満腹になったことで疲れと眠気が、やる気がちょっと半減しました。ダメやん。これなんか終わった感出たけど、まだ結構あるんですよね。まだ結構あります。あと 11? あと11。よし、ラストスパート行きましょう、はい、体が重め。そしてここに来てこの日光っていうね。地球の平和を守るのも楽じゃないな。どうしたよ、なんかしてるよね。なかなか決まらない。どうしたの。どうなったんこれ。あの一気にベロンってなっちゃうから、その前にやっとくと。スパートがすごいな。
後半のスパートが。OK です。すいません。大丈夫ですか。なんだろうな。疲労倍増っつうかね。78カ所目のこの街はきついですね。どうしたんですか。腕に違和感がある。左手がすごく痛いです。左手で守ったんだろう。あ、そっか。でもなんか平坦な道やから随分、ね、いいですね。でもあと3時間ぐらいは歩かないとダメみたい。信じられないんだけど。今日もちなみにこちら歩きますね。1万5000歩、10キロ。山ですからね。ちなみに今日この道は合ってるよね。ぼーっとして何も考えてないけど。疲れたな。ああ疲れたな。疲れたな。ここで行くっすか。読んじゃいましたね。ゴリさん読みます？読みましょうかね。歩いたな。ああ歩いたな。歩いたな。今のところダサくがあったんですよ。矢野さん行きますか。行きましょう。参ったな。ああ参ったな。参ったな。却下。一別もしなかったっすね。来た。来た。来たよ。ボンコロコロセンダリバトニソアカ。死んだし。どこだ。お願いします。失礼します。なんか元かやの君。いや大丈夫。なんかしっくりきてもらえるね。順番間違ってますさ。いやいやもうタオルを巻くことでお前の一つキャパ超えてんじゃん。違う違う違う。あと10ですね。農協さん、あと10。マジック10。これどこに保管するんですか。農協は棺桶に入れるらしいですね。さっき聞きましたけど。じゃあ一番最初に死んだやつの顔切り。いやなんかそれなんか一番最初に死にたくない。よし行こう。行きましょう。いい香りするなんか。あ本当よね。綺麗な姉ちゃんが通った後の匂いするな。線香です。あ線香か。そんなこと言うなんだよ。なんで言っちゃうかな。娘も高校生やからさ。そういうエロいことばっか言ってさ。俺もやめれるもんならやめてよ。待ってる奴らがいるからよ。もう縫えば頭に。いつもなんかこうやってるよね。これに限らず。変になんかこうじゃなきゃみたいななんか。あるね。仕事のこととかも雑なんですけど、そういう変に細かいとこがあるんですよ。なんか3日前スタートのことを思い出せないな。もういろいろありましたからね。いろいろありましたね。一時はバラバラになりかけたこともあったし。出てますね。77番。もうロードムービーっすね、これは。ありました。ありました。よし、来た。なんかこの街の中にある、またこのお堂とやっぱ自然の中じゃちょっと全然違うじゃん、またね。なんかどういう感じが違うんですか。ねえこれ。そらでも今のは聞かれるで。そら今のはケンちゃんが悪いで。終わりました。終わりました。行きましょう。マジック9。マジック9。一桁。ついに終わりが来るとは思ってなかったんで。平坦な道のありがたさ。あれ。おマジック9や。そのにもうずってるやん。頑張れ。オーケー。頑張ろうね。ストレート長いっすね。これじゃない。確かに。ゴリさんじゃない。あ似てる。似てる。ゴリさんモデルで作ったんかな。ちょっと聞いてきますね。ゴリ系って書いてくれたらもう僕の銅像みたいになりますよ。ちょっとそれも聞いてきますよ。モアイってこんな感じ。ちょっと違う、ね、ちょっとモアイよりゴリさんに寄せてるね。サザグリの新名称89箇所になるんでこれから。いい迷惑だよ。
いえ、そういうとこじゃない。じゃあ、よっしゃー、よっしゃー、よっしゃー。金がないと大阪にしてそう書いていただくとか、寺のインターホンでかいっていうあるあるができましたね。すいません、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。すいません、本当に少し頑張って。はい、頑張ってきます。今度お参りされました？ああ、してないです。本当上です。本当はこの上なんです。あ、そうなんですか。失礼しました。また来ようか、本当はな。さすがに行こう、斉藤くん。やっぱみんなあの歩いてきたかにやっぱ評価があるんですね。だからやっぱ歩いてきてよかったね。いや、そういうことですね。いや、俺はもうずっと歩いていった方がいいって言ってたの。いや、車と何の意味の違いがありますかって言ってたじゃん。ちょっと記憶にないですね。車のイメージあるんだろうな、俺たち。テレビってそうでしょって言われてるのかな。いや、そうですよね。テレビは車で回ってると、やっぱ俺のガーミンがあってよかったっすよ。はい、17,000。あー、しんどい。ちょっと今、なんかやっぱ来た。ひーひーひー。お、いいぞいいぞいいぞ。もう80回以上拝んでんだもんな。そうね。農協行ってきます。マジックだな。よしこー。いろんな攻め方で変わってきますね。アタックの仕方で。アタックというか、一回やったことあるけど、なんかまた違う感覚ですもん。俺らのルートがどうかなんて分かんないですもんね、うん、実際。せっかくだったら俺ら回ったのは推奨してほしいけどね。ゴリパラロードとしてやってほしい。みんなコロナが収まったらもうそれこそ矢野ペペと行くお遍路ツアー。ああ、いいね。矢野くん先頭に。矢野くんで、なんか変な林道行くっていう。僕の地図で案内で行くってことね、うん、結局ほぼほぼ地図担当してくれるの矢野さんやから。怒られたな。3日間で相当怒られたね。相当怒られたね。